画角が安定してないからちょっといつか倒れたらすいません。こんばんは。今日はツアーの前日ということで、まだありがとうございます。配信をしてみました。最近私があまりにも配信をしなさすぎて、そうしようしようって思いながらおうちモードになったらなかなか立てずに。こんばんは。リハお疲れ様、ありがとうございます。やっぱり暑い。パーカーでも我慢する。こんばんは。初見です。初見ありがとうございます。ウルトタオイです。こんばんは。そう、明日は埼玉会場での埼玉でツアーをしまして、試験ありがとうございます。古田葵です。そう、明日ね、そう当日券も出るみたいで、あと配信も LINE ライブさんとショールームであるみたいなので、すごい初見の人になんか垢抜けたって言われたんだけど、え。こんばんは。でも今日メイク して、まあ、してるんですけど、さっき10分前に急いで、ちょっとやばい、このままだと配信できんって思って、プシュルってやっただけ。こんばんは。ひのちゃんの舞台見に行く？あ、そう、ひのちゃんね、すごいよね。11月かな、見に行きたいけど11月どうかなって感じ。こんばんは。そう、今日はツアーのリハをしてきて、さっきお家に帰ってきて、今日は8時までします。何これ、マリトッツォ？なんか背景が可愛いんだよね。なんでだろう。結婚してありがとうございます。あおちゃんの MC 盛り上げたい、楽しみにしてます。あおってさ、今そういう役割だっけ。まだありがとうございます。なんか知ってる。え、待って待って、あおさ、あおそんなに表に出てなかった。待って、私そんな久しぶりに皆さんの前に登場した、そんなこともないよね。まあでもそうなのか、ショールーム確かに公演もしてないしなーって感じ。そうなるんか。ハートありがとうございます。カップケーキありがとうございます。子供っぽい子が青ちゃんって子だった。確かにそうですよね。きっと最近の私を知らない方はきっとそうなると思うけど、確かにそうなのか。こんばんは。確かに配信は久しぶり。フォローしました、ありがとうございます。なんかね、髪の毛めっちゃ伸びたんだよね。先日驚きました。そうなのか、いやまあそっか、なんかさ、わかんないんだよね。まあうん、そっか、なんか確かに4年も経つとそうなるのか。そう、なんか最近あれなのよ、そのリアルイベントが始まって、結構4年前に握手会は行ったんですけど、それ以来初めて来ましたみたいな。マンベルありがとうございます。正直ありがとうございます。カップケーキありがとうございます。マリトッツォありがとうございます。そうって方が結構何人かいらっしゃって、何人かっていうか結構いらっしゃって、そういう人たちにはめっちゃ大人になったねってすごい言われる。
は言われるけど、そう、自分だとあんま分かんないんだよね。まあさすがに初期の頃と比べると大人になったかなとは思うけど、でもそう、最近、そうだから最近はなんかさ、まあさ、そのさ、めっちゃ昔4年前とか3年前に会って久しぶりに会いに来ましたっていう人が、青のこと見て大人っぽくなったねって言うのはまあわかるんだけど、まあそう、3年も経てば私も変わりますよねってなるんだけどそう、あの普通にファンの人、あの普通に青のことね、いっぱい会いに来てくれたり、声も見に来てくれたりしてくださる方にも言われるから、なんか私最近そんな分かりやすく変わったとこあるっけみたいな感じはするけど、まあ私も言って18なので、はい、私も言って18なので大人っぽくならなきゃ。だからその青的にはさ、別になんかあったわけじゃないんだよね。なんか何がそうさせてるのかわからないですけど、まあ大人になったことは嬉しいので、こんばんは。後輩ができた、まあ確かに後輩ができて必然的にそうなってるのもある気はするけど、最近3期生、あーそっか、なんかさ、すごい3期のショールームとかたまに見に行ったりするんだけど、すごい若いなって思うなんかフレッシュだなって思う、若いなっていうかフレッシュだなって思う。私も若いんだけどフレッシュだなって思う。なんか可愛い。こんばんは。でもちょっとはもうフレッシュさは欠けないようにしないとなって。きっとね、青からフレッシュさをなくしたら、きっと私はね、もうしおれてしまうって思うからなんかそのさ、この前の東京公演とか3期と一緒に踊る曲とかもあったけど、もう絶対3期より元気に踊ってやるって思ってた、ずっと。こんばんは。負けちゃいかんって思って、明日の埼玉公演もフレッシュに頑張ります。フレッシュにというか、いつものテンションでもっとパワーアップしてみたいな。試験ありがとうございます。古田葵です。そう、身長的になんか3期生結構あの小柄な子が多くて、だからあれないよ、あ、めっちゃ身長高く見えるんよ。それこそさ、明日の埼玉公演はあの萌ちゃんと、萌ちゃんはね、みゆみと同じくらいで身長高いんだけど、あとリリーノちゃんとゆきちゃんとあとゆは3人とも、萌ちゃん以外の3人は青より身長がちっちゃくて、そう、なんかさ、今までさ、そういう感覚本当にさ、 NGT なんかにさ入ってあんま感じたことないから、すごい変な感じなんだよね私今156ですよ。大きくない？いや、なんか言ったら小さいって言われるけど、私の中での156は結構大きいんだよね。
こんばんは。ゆはちゃんはね、ゆはーって呼んでる。なんかみんなゆはのことゆはって呼んでて、あ、ゆはか、ゆはって言ってる。そのゆはちゃんは今日誕生日です。でもなんかマネージャーさんとか3期生を担当してるマネージャーさんと結構よく喋るんだけど、最近なんかね、3期ってさ、音ない年の子結構いるじゃないですか。でもなんかその何、アイドル活動をする中でおーちゃんのことすごいしっかりしてるな、やっぱ3期と比べてしっかりしてるなと思うけど、何これ、ぶどう、ありがとうございます、しっかりしてるなとか思うけど、やっぱり3期の方が落ち着いてるよって言われる。え、私そんなあたふたしてるって思って、マリトッツありがとうございますって言われた。そんなのかって感じ。3期の方が落ち着いてるよって言われて、え、そう。まあでもしっかりしてるってとこは認めてもらえたので、まあうん、許容範囲。あ、おとなしい子、あ、それもあるかも、それもある、あ、それがある、それ、うん、それ、まあありがとうございます。でも正直学校にいると私めっちゃおとなしいけど、NGT にいるときはやっぱり昔のノリ、昔っていうか初期と変わらぬノリで喋ってるところがあるけど、学校だとね、もっと落ち着いてるよ、青。みんな子供だなと思って授業受けてる。猫かぶってる。え、だってさ、だって、いや、学校で素出す必要もなくないみたいな。それでもお友達と、そう、帰り一緒に帰ったりとか休み時間ちょっと話したりとか、なんか友達が忘れ物をして一緒に取り行ってあげたりとか、そういうことはしますね。まだ人見知りなの？そういう時ありがとうございます。人見知りね、いや、でも結構治った気がする。てかなんか、うん、人との喋り方をやっと理解でき、なんか分かるようになってきたって感じ。18歳にして、なんかすごいさ、私多分人よりめちゃめちゃ先入観なんて言うんだろう、自分の中で勝手になんか決めつけちゃうの。あー、この人絶対こういう人だみたいな。星ありがとうございます。そうなるとさ、ちょっと怖いなって思って話しかけられなかったりするけど、そんなこの人怖いとか話す以前に分かるわけないじゃないですか。で、冷静に考えて、まあ話しかける分にはまあみたいな。ちょっと聞き、ありがとうございます。19日のツーショット、ああ、そうだよね、絶対そういう人多いよね。19日台風すごかったからね。モンブラありがとうございます。学校でも、あれ、あ、学校何係だっけ、忘れちゃった。なんか何係か忘れちゃった。喋り会で喋ってくれるのはどういうこと？あのね、違うの、なんかさ、そういう話になるの、あのマネージャーさんとかメンバーでも、なんか人見知りだけど
ファンの方とは喋れるよねって、そのなんかその違いを考えた時に、やっぱりさ、おしゃべり会とかさ、ツーショットとかさ、なんか青と話したいと思ったり、ツーショットね、写真撮りたいって、青の子とちょっと気になって好きって思ってくれてる人が来てくれるっていうことにまず安心するじゃん。それが一番大きいってめちゃめちゃ思うから。そう、でも最近そのリアルイベントが始まって、あのね、結構ね、なんだろう、まあ、初期の握手会はさ、まああれはもう私はすごく手の施しようのない子だったけどない子だったけど、なんかちゃんと最近ファンの人と会話を楽しめてる感を感じる自分の中で。結婚してありがとうございます。を感じますね。だからで考えるとなんかコミュ力上がったって感じ。初期はね、本当に私もどうしたもんかって感じ。今なんか何回も言った気がするんですけど、今もしね、青みたいに、初期の青みたいな子が今加入してきたとするじゃないですか、私もうどうしようって感じ。全然喋ってくれないし、すぐ泣くし、どうしようってなってると思う。私が先輩の立場だったら、今の3期にはそういう子はいないけど。カブケーキありがとうございます。ちょっと間が空くと人見知りされる現象、懐かしいわ。ありましたね、それはファンの方に限らずありました。でも忘れてるわけじゃないの。なんか久しぶりに会ってちょっと緊張しちゃうなっていうやつなんですよ、あれは。今はないけど、でも3期生とはみんな話せた。うん、話せました。みんないい子です。めっちゃすごい、なんか図書院みたいな子が多い。なんかさ、なんかわかる？なんかさ、図書院みたいな子が多いの。なんか伝わってほしい。ちょっとなんかどっちかというと2期生って結構体育会系なイメージがあるの。なんかうんうん、そう、なんか体育会系のイメージがあるんだけど、3期はね、図書院なの。すごい、今なんかそう、へそ出していない、おらん、へそ出して歩いてる子はおらん。え、わかる？え、分かってくれる？こんばんは。ちょっとね、分かってほしい。なんかすごい女の子ふわっみたいな子が多い。なんかうん、なんかみんなね、ザ女の子って感じっていうのを感じる。私なんてさ、なんか青もめちゃめちゃなんかふわふわしてるわけでもないじゃないですか、テンションが。けどみんなね、なんかふわーってしてるイメージがある。こんばんは。先輩の前だから、あ、でもそれもあるのかな、ワンちゃんそれもあるけど、2期は先輩の前でも結構
体育会系だった気もするかな。なかなかそういうとこで2期と3期の違いは感じる。いや、なんかみんなさ、そんな感じなのがさ、すごいよね。なんかなんだろう、みんななんかその雰囲気に合ってるイメージがある。おうちゃんなんかなんて言うんだろうな、体育会系っていうか元気っ子が多いイメージ。ミキ、マリトッツありがとうございます。元ユナは結構ゲラだよ。元ユナちゃんね、あんまりね、まだね、そんな喋ったことないんだよね。でも確かにめっちゃ笑ってるイメージあるかも。そんな感じ。3期にブロッコリーかぶりいなかったね。ブロッコリーかぶりの点ではあまり心配はしてなかったですけど。こんばんは。パーカーかわいい？かわいい？ありがとう。これかわいい？ありがとう。じゃあまた着るね。なんかさ、一気に寒くなっちゃっても、私はレッスンの時はまだ半袖で家出るけど、でももうさ、半袖でさ、レッスン場行ったらびっくりされる季節になっちゃったと思って、寒くないの？って言って、うん、寒くないって言ってる。でもちょっと最近発見したことがあるんですよ。ちょっとね、聞いてほしいの。聞いてほしいの。ちょっとハードル上げすぎちゃった。なんか最近なんかもうめんどくさって思ってシャワーにしちゃうことも多かったの最近で。前日の夜シャワーだと次の日あんま汗かかないので、前日の夜結構長い時間お風呂入るとめっちゃ汗かくんよ。とか、なんかずっと一日中あったかいみたいな。なんか、でも昨日の夜ね、結構お風呂入ったの。そしたらさ、今日めっちゃ暑くてさ、なんかさ、最近なんか、代謝コントロールできるようになったかも。って思って。いや、諸説ありだけど。それかなんか、の体がすごい代謝をこうするあれがあるのかもしれないけど、ありがとうございます。前髪崩壊なんかさ、わかんないんだよね。でも明日はきっとツアーは絶対なくなる。ツアーは空き缶でギリじゃないくらい。ツアーね、見に来てくださった方わかるかもしれないんですけど、しそうでしないじゃないな、あのね、青春時計の後に雷の音がしてバーンって倒れてからのしそうでしないキスに入るんですよ。マリトッツありがとうございます。ハートありがとうございます。ケーキありがとうございます。カップケーキありがとうございます。があるんですけど、その倒れてからのしそうでしないキスのその倒れてる間、もう本当に何時40秒くらい、1分もないんだけど、そこでめっちゃ汗出るの、熱ってなって、あれ見たらね分かるよ。カップケーキありがとうございます。 TikTok にメンバー一人一人の推しカメラが公式さんが上げてくださってるんですけど、あれ見たら青のツアー中の前髪の変化と
メイクの変化見れるよ。オンブラありがとうございます。そう、なんかねスタッフさんにね、あ、ここはまだ大人っぽいねって言われて、アンコールの衣装の時に、まだありがとうございます時に前髪なくなって、もうほぼすっぴんですかみたいな、それになると、あ、これ赤ちゃんだねって言われる。マリトッツォありがとうございます。でもちょっと今日はお風呂に入りたいから、明日はきっと汗かくと思う。でもどうなんだろう、関東涼しいんかな今。新潟今日どうだったろう。まあ普通に涼しかったけど、なんか東京の方が涼しい説ある気がする。ダンス選抜なおさん好き、ありがとうございます。なんかね、あのダンストラックの時に側転してバッって着地するところがあるんですけど、ランに食べてありがとうございますがね、あるんですけど、あのね、もうね、あのね側転、多分青のやり方が悪いんだと思うんだけど、あの練習すると絶対に左膝に朝できんの。しかもずっと治んなくて、だから最近じゃない、明日ツアーだから結構ここ最近ずっとリハしてたんですけど、もうそれでも左にあざできちゃって、で今日のリハでやっと膝に負担をかけないやり方を見つけたの。でももうすでに遅すぎて、だから私ツアー本番東京公演もだけど、左にね左に膝めっちゃあざできてんの今。左膝にあざあるけアイドル、こんばんは。でもちょっと今日習得したけど、明日はまだあざあると思う。次の10月の千葉公演はあざないかも。そんな感じ。おーちゃんの朝の話。こんばんは。ステージ見たら左膝で前列だったらわかるかな。ちょっとでもあんまり膝をまじまじと見られるのも恥ずかしいけど。ありがとうございます。ドラマありがとうございます。お、青の目覚まし時計、すごい。あれサマーグッズのやつだね。録音この前しました。ドラマありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。双眼鏡必要かな、おーちゃん。どうなんだろう、距離感的な問題でしょ。まあでもめっちゃ顔見たかったらあるに越したことはないけど、最近嬉しかった出来事、嬉しかった出来事、個人的な嬉しかったことだと、なんだろうね、なんかめっちゃこれ、あ、やっぱユイリーさんか、それだ。なんかメンバーにもめっちゃ言われて、ヒノからも LINE 来たんですよ。あの
この前ユイリーさんの写真集をゲットした時にツイートしたんですね。そしたらまさかのご本人様から引用リツイートをしていただきまして、なんかもうびっくりしちゃってそう、でもなんか正直あのツイートはしようと思ってたの。ありがとうございます。あのツイートはねしようと思ってたんだけど、なんかハッシュタグどうしようと思って、なんかハッシュタグなんてつけたらおこがましいなとかって思っちゃったりしてたの。でもずっと迷ってたんだよ。そうずっと迷ってたの。なんかこんな私なんかがハッシュタグつけてもうどこのドイツだこの子はみたいなって思われたらあれだなって思ったけど、いやでもちょっと勇気を出そうって思ってハッシュタグつけてみた。そしたらまさかのご本人様から引用リツイートしていただいて、あのねいつだっけな2019年の8月あの握手会のね、あの浴衣祭りの時にノーテートグループ全体のだったから、やっぱりいろんなメンバーさんがいるわけですよ。でもうその時から私ユイリーさんのこと大好きで、そしたらいたの目の前に岡田奈々さんと村山ユイリーさんがいらっしゃって、へっはっはっってなるわけですよ。そしたらマネージャーさんがそう一緒に行ってくださって、しかも写真を撮らせていただいたんですよ。あの755に上げてあってあの覗いてみたら見れると思うんですけど、そう、そこでねお写真撮っていただいたことがあって、 それ以来のユイリーさんとの接触もうすごくびっくりして、びっくらぽん。だからなんかひのちゃんが歌唱力の時にあの歌唱力ナンバーワン決定戦でのファイナリストライブ、この前ひのちゃんあのやってたじゃないですか。その時にそうユイリーさんも出てらっしゃって、そしたらなんか情熱の電源をすごい褒めてくださってたみたいで、ユイリーさんがなんかもうそこで間接的になんかもう嬉しくて、あ、私のリフリジレーターお聞きになさったんですねって思ってマブラありがとうございます。そうその時にはいいなと思ったけど、あでもリフリジレーター聞いてくれたんだって思って解説的にめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、そう、ありがとうございます。だって私なんか昔っていうか夢を死なせるわけにいかない公演、まあ、NGT やってたじゃないですか。ありがとうございます。その公演って昔 AKB さんのチーム4さんがその公演してて、だからなんかその NGT が公演やるための参考資料としてその当時のチーム4さんの振り V を見て練習してたんですよ。ありがとうございます。星ありがとうございます。ショートケーキありがとうございます。そう、その時にユイリーさんもいるわけ、そのフレブの中に。もう私踊り方でフレブで顔見えなくても踊り方でユイリーさんを探せるようになるくらい、ありがとうございます。ケーキありがとうございます。もうめちゃめちゃ見てたから
なんならユイリーさん見るために振り笛見ていたと言っても過言ではないくらい踊り方も好きで。私はユイリーさんのお顔も大好きで、本当に本当にってなるくらい可愛くて。魔法のプッシュありがとうございます。こんばんは。だから今度お会いした時は写真集にサインいただいて、顔を目の前で拝みたいと思います。本当にもう全てがすごい。でもなんか私自分がアイドルになってから、好きなタイプのアイドルさんが結構変わって、なんかね、そう、パフォーマンスすごいなって思う子に惹かれがちな私になってんだけど、きっとユイリーさんは青が NGT 入る前でもハマってたなとも思うし、顔が可愛すぎてにプラスあのパフォーマンスと劇場公演のあれがもうより深く好きになれる。最強です。日向さんも結構そういうタイプじゃないですか。私日向さんのツアーの春床のラスサビ前のここが好きなんです。ここが好きなんです。もうずっと裏から見てる。走って階段走っていってここが好きなの。こんばんは。ちょっとわからない方明日ツアー配信もあるのでぜひご覧ください。あ、アーカイブもあるのでぜひご覧ください。日向さんは春どこの青の一番好きなところはラスサビのここです。動画系でかっこいい方だ。うん、そう、そういうこと。やばい、私なんか気持ち悪いよ、もしかして。マリトッツありがとうございます。ハートありがとうございます。でもなんかこういう話をファンの方と共有できる気がするじゃないね、共感できる気がするって。ありがとうございます。なんかさ、この前さ、ゆめたんがさツイートしてたの見ました？あ、ゆめたんのパーカー、ゆめたんパーカー忘れてたからマネージャーさんに渡しといたよっていう、何対してなんでわかったのって言われて、買いでわかったっていう。なんかさ、なんか私すごいなんかやばいやつみたいな、なんかさ、すごいやばいやつみたいなさ反応されたけどさ、え、絶対いるよね、他にも絶対いるでしょ、絶対にいるでしょ絶対青以外にも匂いがしてるでしょ。まあでもあれ本当に全く誰かわかんない状態で入会で入会だというよりかは、あ、これゆめたんのだよねで確認で階段確認で階段よ。だからそう、確認で階段、そう、そういうこと。でも本当に結構ガチめに、あ、まだキモいって言われるかもしれないけど、え、ね、階段って言わないの？え、階段ってさ人間が使う言葉じゃないの？何、人間に当てはめる言葉じゃないの？え、人間にも当てはまるよね。え、嗅いでみてみたいな、分かんないけど、
こんばんは。え、使わない？わかんないけど。けど。え、だよね、だよね。でさ、すごい。これだ。うん。でもなんかちょっとさ、なんかいろいろ語弊がある。なんか、まあ、語弊はないんだけど。うん。そっか。なんか。なんか、そうなのか。私ってそういう人なのかって思った。私、なんで分かったの？変わってみた。ってあんまり言わないよなって思って。で、なんか、なんて言おうか、迷ったの。で、変えだって。柔軟だよな。でもつぐみさんと、なんかつぐみさんも結構鼻よくて、あ、青の柔軟剤あれでしょ、今日もあれでしょってつぐみさんにも言われるし、つぐみさんの柔軟剤も青当てるし、あとゆなこがシャンプー変えたの、あ、人がシャンプー変えたらめっちゃわかります。私、え、ちょっともうこれ以上喋んない方がいいかな。喋んない方がいいかな。柔軟剤はただ柔軟剤が好きなの、青が柔軟剤好きで、どの柔軟剤が私が一番いいピンとくるのかなと思って、いろいろ試してるうちになんかちょっと分かっちゃって、いろいろね知識がついちゃったんだけど、そう、私シャンプーでも分かる、最近シャンプー変えたみたいな、ちょっとやばい、会話がやばいけど、そう、そしたら結構当たるんだって。そう、なんでなんだろうね、鼻いいんですきっと。私青が最近好きなのはアロマリッチュの黒が好きで、結構しばらく使ってます。シャンプー変えた、本当？でもなんかさ、柔軟剤とか、じゃあ一度もう自粛するわ。ちょっともう自粛するわ。ちょっとまた今度、ちょっと今日話したら青のあれがどんどんちょっと良くなくなっちゃうから、ちょっと自粛します。こんばんは。そう、だって自粛せんでもええのにってさ、自粛しないでって言いながらもさ、わ、あちゃん、そういうこと言うんだ。それ、そう、女の子じゃなかったら大変だから、ね、ですって言うから言わないって。ムブラ、ありがとうございます。ちょっと気になる方は、おしゃべり会来てください。気になる方、おしゃべり会、ツーショット撮影会で待ってます。で、誰がいい？あのね、マジで本当に、ダメダメだ、ちょっとダメだ、ちょっと待って、本当に。ちょっと迷ったけど言うわ。本当に NGT、 いや、アイドルがそうなのか分かんないけど、私はね、あの普通に、まあ、NGT のメンバーとしてのみんなといる時間が多い
からなのかもしれないけど、マジで NGT の女の子みんなみんないい匂いですよなんかしかもちょっとやばい、これ自粛するわ。うん、そう、本当にいい匂い。うん、そう、私みゆみゆの匂い本当に本当に好き。あ、うん、もうやめるこんばんは、しっかりありがとうございます。本当にでもみゆみゆも知ってると思う、私があまりにも言いすぎて。でもみんな好き。なんかどこで生活してるんですかって聞きたいもん。なんかその匂いは、そのいい匂いはどこから来てるんですかって聞きたい。本当にみんないい匂いないよ、本当に。おうちゃん、まあでもやっぱ自分で自分の匂いって分かんないじゃないですか結婚してありがとうございます。まあまあ、ゆめちゃんの赤ちゃん臭、ゆめはねマジで赤ちゃんの匂いする。でも多分、うん、初期からずっと思ってた。みんなこういう匂いっていうのめっちゃあるもん。ちょっともうやめとくちょっともうやめとく。こんばんは。なんか自分の匂いって分かんなくない？あ、でもなんかさ、自分の家で自分の服とかからは全然何の匂いもしないけど、外出た時にちょっと分かるかもってなる、青の匂い。私はもう柔軟剤の匂いですよ、多分きっと。でも青ちゃんはなんか前なんか青は青ちゃん固形石鹸で体洗ってそうって言われて、え、どういうイメージって思ったけど、星ありがとうございます。あ、なんか石鹸の匂いしそうって言われる青。ケーキありがとうございます。でもね、実家の匂いと違うんよ。実家に行ったら自分の匂いじゃない、実家じゃないって思う。こんばんは。でも石鹸の匂いじゃないよ。あ、石鹸の匂いじゃないと思う。だから青はアロマリッチの黒の匂いがするんだってきっと。でもなんか最近ね、すごいボディクリームにしろ化粧水にしろ、もう肌に優しいものを使ってるの最近。なんかもう赤ちゃんでも使えるみたいなそういうのをめっちゃ使ってるの。だからなんかすごい、青んち赤ちゃん住んでるんじゃないかってなる。最近はもうなんか肌にいいものしか使ってない
中途服成分チェックします？しないです。ラッシュとか、ラッシュなんか自分で買うことあんまない。なんか誕生日でもらったりすることあるけど、最近あの、ね、この前口内炎できたと思ったらそんなに大丈夫だった。ハートありがとうございます。おばちゃんが自分の赤ちゃんキャラじゃあちょっと活用しだそう活用しだそう。でもなんか青はね、すごい最近思ったの、なんか私きっとおばあちゃんになっても赤ちゃんって言われるんだろうなってすごい思うなんかさ、だってなんか何しても赤ちゃんって言われるんだもん、わお最近。すごい、もうでも多分 NGT の中だったからだと思う。だって学校で言われても赤ちゃんだねとは言われないもんなんなら青より赤ちゃんの子なんていっぱいいるし、それはちょっと言い過ぎたママも可愛らしいからかな。ママね、あうん、どうなんだろう。でもママの18歳ぐらいの写真と青の今の写真が本当に似すぎていて、キョトンってなる。ありがとうございます。そう似て、似てるんだよね、なんか似てるんだよね。兄は確実にとか、あのね、本当にみんなが思うより私のお兄ちゃんと私の顔が本当に一緒なんですよ。もうこれ似すぎててメンバーにめっちゃ見せちゃう。だからメンバーみんな青のお兄ちゃんの顔してるんだけど最近ママなんか、ママ若い頃可愛かったんだよねって最近めっちゃ言ってる。だからなんか遠回しにママから可愛いって言われてる気がして嬉しいママモテモテだったって武勇伝。でも私のお母さんとお父さんすごい武勇伝、なんか昔こうだったんだよすごいでしょみたいな、めっちゃ言う両親家族全員そっくりでした、みんな同じ顔、なんかパパとママが似てるんだって。だからだから本当に見せたいんだよな、ニーヤンと青の写真。もう取ってつけたのような、なんかもう絶対入れ替えても分かんない。声はね、声はママとは、ママ高いんかな、どうなんだろう。まあでも低くはないと思うけど、お兄ちゃんの声変わりする前の声が今の青より高いっていう衝撃の事実。だからきっと多分声高い家系なんだと思う。あとね、あれだよ、みんな必ずしも人生で一回アンパンマンって言われたことあるっていう、これ武勇伝なんかわかんないけど本当に
カツありがとうございます。ショートケーキありがとうございます。みんなだから青がなんかまたアンパンマンって言われたんだけどみたいな言ったら、あ大丈夫大丈夫、あのですみんな言われてるからみたいななんかなんかすごい支えられた。特にお兄ちゃん、でもなんかニーヤがいると心強い。そんな感じです。やっぱ一人じゃないってね、メンタル的にもいいですよね。はい、ありがとうございます。ということで明日はあれですね、ツアーの埼玉公演でございます。なんだかもう明日で4公演目5公演目になるって考えると、なんだか時の流れを早く感じますということで、明日来られない方も配信でご覧いただけたり、あとアーカイブもね残るみたいなので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、明日やっぱ寒いのかな、半袖着てったらやばい、まあ、長袖持っていくか。はい、ということで今日のランキングを読ませていただきます。いきます。13位ゆう佐藤さんありがとうございます。12位おじゃさんありがとうございます。11位金堂さんありがとうございます。10位エメスさんありがとうございます。9位ジンさんありがとうございます。8位五つ星のカルベットさんありがとうございます。7位ブンチャーさんありがとうございます。6位フーカーさんありがとうございます。5位アコンタクトが5位ナオニアさんありがとうございます。4位大関さんありがとうございます。3位バイケンさんありがとうございます。2位ポンポンさんありがとうございます。1位新潟カズさんありがとうございます。ということでお疲れ様でございます。ではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。あ、そういえばね、青ね、ダメだ、話足りない。あのね、久しぶりにめっちゃ怖い夢見て、今日朝ね、朝めっちゃ早くに目覚めちゃってね、今日眠いのあとありがとうございます。あ、スクショタイムする。はい、ということでおやすみなさい。ありがとうございました。また明日。では失礼します。